本当に興味のある記事がいっぱいあって、なんか選ぶのが大変なんですよね。おすすめはなんか特集記事をまず見てみる。私は直感で選んでいます。そしてですね、読んでしまうとすぐ忘れてしまうので、気になった言葉であるとか、あ、こういう言葉を使ってみたいなっていうところを書いて記しておきます。主にコミュニケーションのツールとして使うことが多いです。